レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と周辺の景観は、スイスとイタリアが共有する、国境を越える、世界遺産の一つである。スイスのクラウビュンデン州から、イタリアのロンバルディア州、ソンドリオ県にかけてを走るレーティッシュ鉄道の、アルブラ線とベルニナ線は、登山鉄道で広く見られる、ラック式を採用していない、粘着式鉄道としては、ヨーロッパ最高地点を通る鉄道であり、 20世紀初頭における技術的到達の優れた例障などとして2008年にユネスコの世界遺産リストに加えられた。登録面積約152ヘクタールのうちイタリア領内は3ヘクタールである。レーティッシュ鉄道はスイスのグラウビュンデン州を中心に様々な路線を抱えている同国最大級の施設である。そのうちのアルブラ線は クールとサンモリッツを結ぶ路線で、開通は1904年のことである。アルブラ線は 89km の路線だが、世界遺産に登録されているのは、トジスからサンモリッツまでの 67km で、687m から 1819m までの、高低差を最急勾配35パーミルで走行する。開通時に、狂気世界最長だったアルブラトンネル、 アルブラ船内で最も有名な景観群の一つと言われるラントバスサー橋、それよりも高いソリス橋などの特徴的な構造物を含み、アルブラ渓谷の自然景観と共に路線の見どころを形成している。ベルニナ線はサンモリッツからティラーノまでの 61km の路線で開通は1910年のことであった。当初はレーティッシュ鉄道とは別個の鉄道だったが、 第二次世界大戦の影響を受けて、経済的に厳しい状態になったことから、1944年に、レーキシュ鉄道の一部となった。429メートルから2253メートルまでの高低差を最急勾配70パーミルで走行する。ラック式を使わない代わりに、オープンループやヘアピンカーブを多用しており、 途中のオスピツヨオ・ベルニナ駅は粘着式鉄道のヨーロッパの駅としては最高地点である。オスピツヨオ・ベルニナ駅は氷河湖、ラーゴビアンコの湖畔にあり、森林限界を越えた周辺ではモルテラッチ氷河やカンブレナ氷河などを見ることができる。ベルニナ線の車窓から見られる景観は欧州車窓展望ベスト10にも選出されている。世界遺産登録に向けたキャンペーンを行っていた時の 車両レーティッシュ鉄道の路線図。青い線の一部と茶色の線が世界遺産登録範囲、レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線の登録にあたっては鉄道会社だけでなく国家、地域、地元の各レベルの関係者も参画しているスイスイタリアの国際的な保存管理団体が設立されており国境を超える世界遺産の保存管理のあり方としてその規模の大きさや 管理の徹底性が評価されている。こうした動きを踏まえ、この物件が世界遺産の暫定リストに登録されたのは2004年12月28日のことであり、正式に推薦されたのは2006年12月21日のことであった。推薦時の名称は、レーテシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と周辺の文化的景観となっていた。世界遺産委員会の諮問機関である。 国際記念物遺跡会議は国際産業遺産保存委員会や歴史的庭園、文化的景観に関する国際科学委員会などの意見も仰ぎつつ、勧告書を作成した。その内容は推薦物件の世界遺産としての顕著な普遍的価値を認め、世界遺産リストへの登録を勧告するものではあったが、周辺で 文化的景観を形成していると認められる地域が世界遺産の範囲ではなく干渉地域に含まれていることを理由に名称から文化的の語を除外することも合わせて勧告した。2008年の第32回世界遺産委員会の審議ではこの勧告を踏襲する形で登録された。このため世界遺産としての正式登録名はリーションレールウェイ・イン・ザ・アルバラ バーニーナ・ランドスケープス、シュマン・デ・ファーレ・ティック・ダン・レ・ペイズ・ジ・デール、アルバラ・イデラ・バーニーナとなった。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この物件は、ゼメリング鉄道、インドの山岳鉄道群、ブダペスト地下鉄1号線などに続く鉄道の世界遺産である。また、スイスとイタリアが共有する初の世界遺産となった。 トゥジス駅アルブラ線と周辺の景観ベルニナ線と周辺の景観世界遺産に登録されているのはアルブラ線のトゥジス駅サンモリッツ駅間とベルニナ線のサンモリッツ駅ティラーの駅間及びそれらの周辺の景観地域である各区間の途中駅のほか側線や分岐器などの構造物もすべて含むが変容の度合いが大きいと判断されたトゥジス駅舎は登録対象から除外されている 世界遺産の周囲には干渉地域が設定されている。干渉地域は世界遺産の顕著な普遍的価値を守るためにいくらかの制限がかけられる区域だが世界遺産の正式登録範囲には含まれない。この世界遺産の特色は干渉地域が3つのレベルで分類されていることにある。第一干渉地域は車窓から見える範囲など路線に比較的近く。 文化的景観を形成するとみなされている地域である。世界遺産登録面積が約152ヘクタールなのに対し、第一干渉地域は総面積5436.0ヘクタールになる。第二干渉地域は、世界遺産登録面積に近い範囲のうち、都市、農村の住宅地など、レイティッシュ鉄道の世界遺産としての価値形成に、 直接的には清市内地区が対象となっており、面積は1140.24ヘクタールである。第三干渉地域は、周辺の自然景観や農業景観のうち、より遠い地域を対象とするもので、車窓から見える円形を構成している。その面積は102,809ヘクタールに及び、干渉地域全体の大半を占めている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。